はい、こんにちは、レトスノーノです。4月29日の3問に入る前にご連絡をいたします。4月25日から昨日の4日間にわたって、理解学習こそ合格への道ということをお伝えしていきました。それは丸暗記学習で、覚えるだけだと忘れてしまうからなんですね。だからこそ理解をしていくということで、忘れにくくしていくということです。そのため独学でできる理解学習の方法について別途動画でまとめました。で、この動画についてはこの動画の最後にお知らせいたします。ただその動画の中でもお伝えをしているんですけれども、問題文の理解と質問内容の理解、この2つについては弊社の個別指導の重要なノウハウとなってますので、お伝えはちょっとできない状況です。まあ、実際弊社の個別指導で7割超えの合格率を出しているのは、この問題文の理解と質問内容の理解、これを初めから徹底的に身につけてもらうからなんですね。これを身につけることで、これまで中卒の方や高卒で職人がたきの方、また法律知識ゼロの主婦なども合格していただきました。今年はあなたの番です。今年宅建合格したいというのであれば、ぜひ私にお任せください。募集終了まであと2日です。今からでも今年の合格十分目指せますんで、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。それでは本日の3問に入ります。AB 間で金銭消費貸借契約を締結した際に、債権譲渡することを禁止する特約を約定した。それにもかかわらず、債権者 A が第三者 C に対して債権を譲渡した場合、この譲渡は無効となる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×になります。債権譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した場合、原則有効なんですね。問題文は無効となっているので誤りになります。で、また例外として債権の譲り受け人 C が悪意または重過失の場合、債務者 B は譲り受け人 C からの請求を拒むことができます。まあ、これもね、合わせて覚えていただきたいんですけども、で、その他にもまだ関連ポイントありますので、この点は個別指導を受講していただいた方に解説いたします。で、これもですね、このまんま覚えるってなかなかイメージづらいと思うんですよね。なんで、まあ、個別指導では具体例入れながらですね、解説させていただきます。で、問い2です。宅建業者 A は自ら売り主として3000万円の土地付き建物、まあ、これ未完成です。これを宅建業者でない B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、それとは別に違約金として500万円と特約した場合、当該特約は無効となる丸か×かという問題ですね。答えは×です。これ特約が丸々無効になるんではなくて、一部有効なんですね。で、その一部っていうのが600万円分なんですけども、まあ、その点についてちょっと解説していきます。この問題は、発種規制の一つである損害賠償額の予定等の制限の話なんですね。で、ポイントは、損害賠償額の予定と違約金。これっていうのは代金の2割を超えてはいけません。今回、代金っていうのは3000万円ですね。3000万円の2割っていうのは600万です。で、2割を超えた場合っていうのは2割になるんですね。2割を超える部分が無効です。2割を超えていない部分は有効なんですね。つまり、600万円は有効で、600万円を超える部分のみ無効です。で、今回問題文では1000万円ですよね。500万プラス500万で1000万円です。1000万円で特約しているので、400万円部分は無効ってことです。つまり、本種特約っていうのは、まあ、無効になるんじゃなくて、損害賠償額の予定プラス違約金イコール、600万円になりますよ。つまり全部が無効になるんじゃなくて一部有効ですということですね。なので答えは×です。で、問3です。宅地造成工事規制区域内において果樹園用地の造成のため10万平米の土地について切り戸または盛り戸を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。答えは許可は不要なので丸ですね。宅地造成等規制法でいうこの宅地というのは、農地、再生放牧地、森林、公園、道路、河川、その他政令で定める公共用の施設に供されている土地以外の土地が宅地なんですね。で、今回農地っていうのは宅地ではないんですよ。農地は宅地ではないですよね。
そして今回果樹園っていうのは農地に当たるわけです。つまり果樹園は宅地ではないということになります。したがって果樹園用地の切り戸や盛り戸っていうのは宅地造成工事の許可はいらないんですね。あくまでも宅地造成の工事の許可が必要な場合っていうのは宅地において行う工事だったり宅地にする工事なんですよね。今回宅地ではありませんので許可は不要だということです。ここ数日宅地造成等規制法でいう、宅地の定義についての問題を出題してきました。解けない方は復習してください。重要なポイントです。また個別指導の受講者については試験で引っかかりやすい注意点もお伝えしております。で、初めにもお伝えをした独学でできる理解学習の仕方についてはこちらの動画参考にしてみてください。そして問題文の理解、質問内容の理解含めて合格するための理解学習を自分もやってみたいという方は個別指導ぜひご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みいただきます。募集終了まであと2日なのでお早めにお申し込みいただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。